赤星です。どうもサクサクミルク赤ザリです。はい、瀬尾です。はい、よろしくお願いします。さあ、今回は、うん、ラーメン豚ゴリラ3新州旅情編ということで、豚ゴリラまで行ってまいりましたね、うん、どんなお店なんでしょうか。こちらね、JR ですね、うん、笹の井線って読むのか獅子の井線って読むのか、うん、え、獅子の井駅から徒歩10分で駐車場もまああるんで利用してくださいというお店でございますね。もともと群馬にですね1と2があったんだけど、うん、現在はこの2の店主が長野に移転させたこの3のみということで、うん、まあこれもともとの看板なのかな、1か2の看板だと思いますね、やばい、あのご親切に初心者向けの説明書きもあるということで、うん、めちゃめちゃ書いてくれてる。そうなんですよ、よく見て注文してくださいということで、メニューは小大プチ混ぜそばと、まあ、混ぜそばの大もあるよということでね、初めての方は小かプチよということで小、まあ初めてだったんでね小にしましたけど、着丼、あら、うおー、小ラーメンでもこの迫力、豚増してないですからねこれ、あ、そうなんですか、これで巨大なものが入りました、ね、で、ニンニクか生姜はこれ選択可能なんで、ね、野菜増し増しはできず辛い揚げ玉もありますよ。なるほど、いうことでね、豚ゴリラですけどとんがりのような野菜のものですいやいやいや、まあまあまあ引き絶対100%のこと、とんがり出てきましたね、まあ、油からまずいきましたけども、返しがついてないタイプの甘い豚の甘みが感じられるよということでね、マシマシ負荷だけどもね、昨日も高いということでね、とんがりの話出てまいりましたからね、続いて出てくるこの豚、これなんすかこれ、もうニジ豚ニジ豚、すごいレインボー感だったけどこの湾曲がね、それ加工のせいでしょ、ね、虹に見えますけど実は豚なんすね、どう見ても豚だったよ、豚なんすよ、簡単にほぐれてしまう系豚も入っておりますね、簡単にほぐれてしまう系豚も入ってるね、虹に見える豚とこれが入ってるということでね、卓上解消やめにね使っていきましょうか。そしてギャバンブラックペッパーも使っていきましょうかということで、早めだと思いました、はい、ね、その通り長野に来ても野菜と胡椒と返しのフライングは食べられませんということでね、ございません、やめられないということでございません、ね、そしてこのスープね、よっと、おお黒いね、黒いね、ただ意外とマイルドで、醤油の角が立った上品なうまさを兼ね備えているということで、ごぜますということでね、そしてこの麺の角度、よいしょよいしょ、ダイナミックに取っちゃいましたね今回ね、一気にすくったけど天地返しして、豪快にゴリラ的なやつ決まっていきましたねゴリラ的なやつ、ゴリラ的な、でも中身はめちゃめちゃもちもち麺ということで、これですね、シャバーニクラスのイケメンということで、ラシャバーニ、シャバーニ、あのイケメンゴリラでおなじみのシャバーニですね、いたな、いらしたね、東海地方にね、でも歯に吸い付いてくるかのような弾力、吸着力、次々麺で吸ったくなっちゃったよ、こいつはもうね、そんなところにニンニクをこうやって入れていくんですね、いやー、お、1回3回入れていっちゃうよってね、今回も目の前でミキサーニンニクをこう刻んでくれるんですよ、ミキサーで、あ、そうなんです、ニンニクをグワーって、なんか生のニンニクをもう本当に食ってるような感じでございましたけども、そこに辛いやつね、辛いやつです、揚げ玉をちょっと辛くしてあるやつね、少量でねスープがねゴリゴリいっちゃうよというほつきどでございますけどもね、ゴリウマということで、何回このゴリラゴリラが出てくるんでしょうか、ゴリラゴリラ味変して、まあまあまあ好きな動物なんでね、あ、そこで出ました、久しぶりに豚ゴリラス、これね、なんと川中島水道管理事務所ということで、あの川中島のね、川中島とかそうそうそう、地下水から汲み上げてるんですよ、だから何だって話なんですか、いやいや、まあ、ミネラル豊富ということですよ、ね、地下水をね、ということで89ということで、回答する前にマシマシレベルが出てしまいましたが、はい、それだけではございませんね、まあ、このように今回はゴリラの後に猿を見に行くというね、地獄谷野猿公園に行ってまいりました、プライベートの話だプライベートで撮った動画をとりあえず上げたみたいなことですよ、この子温泉入ってくる、これ本当に多いな、そうですよ、どん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 、すごっ、温泉に入ってくれない代わりにもう猿が次々に、うわ、何だ、次々来ちゃう、何これ、日本猿がね大量にいるんですよこのエリア、どうすんのかと思ったらこれね、餌やりが始まるっていう、はいはい、なんか投げてますよね、はい、これ長野の名産リンゴ
をぶん投げてますからね。猿たちはもうリンゴを食べるって時間になるともう一周してきてます。なんとどの猿がバカ王子なんですか。いや違う要素工房で俺も駆け上がってくるかい。撮影してるのダメだよ。マジか、確かに間近でもうリンゴが砕けしたから。うるまっ猿がすごいすごいすごい。すごいね、でその中の一匹がね、リンゴ見せてくる。こいつね、こんな感じでゴリラの後は皆さんも猿を見てくださいということでございます。おそらです。ジョジョ、you